ねえ、何でしょう。私たちそろそろだと思わない？何がですか？もう分かってるくせに。分からないから聞いてるんですけど。察しが悪いわね。すみません。結婚しましょってことよ。僕結婚してますよ。それぐらい知ってるわよ。ですよね。私ももういい年でしょ。まあ。あなたに離婚してほしいの。このままの関係でいることは不可能だって分かってるでしょ。ですね。だからね、私と人生をやり直しましょう。日陰の女はもうごめんなの。そう言われても困ります。どうして？僕は遊びのつもりで吉江さんと不倫してたんです。ですから離婚するつもりなんてないんですよ。何よそれ、私は本気だったのよ。最初に言ったはずですよ、離婚する気はないって。その時はでしょ、私たちの仲も深まったし、そろそろ結婚してくれるかなって思ったの。そんなわけないでしょ。どうして？当たり前じゃないですか。遊びじゃなきゃ吉江さんみたいなおばさんとなんか付き合いませんよ。おばさん？そうですよ、吉江さんっておばさんでしょ。僕より年上ですし。まだ若いわよ。僕からすればおばさんにしか見えません。じゃあなんで私と不倫してるの？妻はご飯です。毎日食べたいなって思うわし、でも白飯ばかりは味気ない。卵かけご飯だったり炊き込みご飯だったり、ちょっとアレンジ加えたいでしょ。吉江さんはご飯の味を変えるスパイス的な、なんかそういう感じなんです。なんなのよその例えは。奥さんの方が大事ってこと？当然ですよ、大事だから結婚したんですし。奥さんが嫌になったから私と不倫する気になったんじゃなかったの？そんなこと言いましたっけ？というかね、僕が吉江さんと不倫をしてるのは妻のためなんです。はあ？吉江さんといるとね、妻の良さがわかるんです。吉江さんはその年で結婚できてないんですから、不適合者じゃないですか。だから比較検討の対象として都合が良かったんです。妻と吉江さんを比べたら妻の方が圧倒的にいいですから、比較対象があって初めて妻の良さってわかるんですよ。ですから吉江さんは僕にとって妻をより愛するための道具にしか過ぎないんです。私をバカにしてんの？僕は事実を述べているまでです。実際生き遅れてるじゃないですか。あなたが最低な男だってよくわかった。私はあなたが好きだったから LINE のやり取りは全部保存してるの。え？奥さんに全部教えてあげるね。ふざけたことを言うな、絶対に教えるなよ。もう送っちゃった。何してくれてんだよ。私をもてあそんだあなたが悪い。不倫の事実をばらされてしまったケントは奥さんから離婚を申し渡され、離婚が成立、一生会うことができなくなったそうです。とはいえこんな危険な恋愛をしてしまった私も悪いです。しっかり反省をしてちゃんとした恋愛をしていきたいと思います。今回の動画はいかがでしたか？もし面白いと思った方はグッドボタンを押していただけると励みになります。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。